桃裏をほぐしたんですけれども、こう桃裏ゆさゆさまで行きましたが、今度内ももゆさゆさというのがございます。内もも、ももさんをがっつり両方の手でガバって作って、これでゆする、内ももゆさゆさ、はい、ガツッと掴んでこうゆするときにボディ全体でゆすんでいただければいいなと思います。ガツって、でこれをつまみながら、もうご自分のももで、ももさんですからね、つかみがいたっぷりここガツリで、ボディごとゆすんでエッグパント、で外ももゆさゆさも出てきます。外ももも、ももの外ですね、外をガッツリ掴んでゆさ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 ゆする、これが2個目。はい、でその昨日のもも裏ゆさゆさと内ももゆさゆさ、外ももゆさゆさ、これね、あのセットで出てきますので、ちょっと覚えておいてください。では今日は内ももゆさゆさと外ももゆさゆさの説明をさせていただきました。とってもいいです。